松田恵美のアニソンフラッグ。今日のゲストは白石みのるさんです。どうも、白石みのるです。よろしくお願いします。もう本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。初めての声優。初声優、初声優。びっくり。もうちょっとちゃんとした人を呼んだ方がよかったじゃないですか。アニソンフラッグはそうそうたる大御所のアニソンシンガーがそうですよ、もう来る中、はい、もしかしたら白石さんがリハーサル一番いっぱい歌ってたっていう。でもあれは白石さんのせいじゃなくて、じゃない、じゃない、とほらファーストテイクじゃないですか、いろんな意味で。そうですね、ザ・ファーストテイク。刻んでっていうのはしないので、一回つるっと歌うから、誰かが何かしちゃったらもう一回ワンモアってなるんですね。すごいなと思ったのが、アニソンシンガーの方でも一回歌ったらもう二回目歌えないな、ちょっと方います、ね、っていう方もいる中、うん、今日10回以上歌わせてまあそれはあれですよね、恋のミノル伝説持ってきた俺が悪かったっていう、うん、だからシャウトを何回も歌えるのってさすがプロですよ、ね、いやいやいや、もう潰れないんですか。もう一回やったら多分ダメでしたすごい気遣って白石さんが大丈夫です、まだあと2回ぐらい、あと2回がもう最後のチャンスじゃんみたいな。一応回数は伝えておいた方がいいかなと思って、やれるかもしれないけど、自分でコントロールできそうならもう2回ぐらいが限界かなみたいなとこだったんで、はい、このアニソンフラッグなんですけど、アニソンの神曲を歌ってもらうっていう意味でもあるんですけど、はいはいはい、まあ、恋のミノル伝説も神曲ですからね。いやすごい、はい、恐れ入ります。もうすごい名曲だし、一緒にデュエットしても歌わせていただいたら、いやもう頂点が止まらない。もう私最初に聞いた時大爆笑して私送りましたよちゃんとすいません。しかも私白石さんはギルドの、はい、オフ会そうなんです、そうなんです、はい、本当にそーっとプライベートで来て遊びに来てるめっちゃ普通に、この人が紹介、いきなりイベント中に、イベントが終わってから紹介するならまだしもですよ、イベント中にファンが気が付いてるからって今声優がいるんですってみたいなこと言い出して何急にこうそのイベントにこう上乗せしようとしてんのみたいなサプライズゲスト感を出そうとして、来てる人大体気が付いてたもんね、あれね。そう、気が付いてたからもうそれは仕方がない、うん、親みたいなもう歌わなきゃいけない状況がそこにね。そうでしたね、そうそうそう、っていう白石さんのイメージだったから、はい、最初のくだりのトークのところから大爆笑で、すいません、もうすごいイケメンボイスですよてかイケメンキャラなんですか。いやいや、全然全然、僕イケメンキャラでは残念ながら売ってないですよ。ちょっと3枚目ですよ。3枚目、3枚目の逆キャラの方がずっと多くて、最近ですかね、ちょろちょろそ2枚目半ぐらいのことをやったりするようになったのは、ずっとギャグだと思われてて、ザキスタとかではですね、うん、まあ、実写で出たりもしたんですけど、なんかそれを見た他のプロデューサーかなんかが、その番組のプロデューサーに、彼はどこの事務所に所属してる芸人さんなのって言ったぐらいで芸人だから俺は声優だと思われてなかったんで、当時は。今日もだってずっとそういう面白トークリハーサルの時してもね、芸人さんですよね。芸人さん顔負けですよね。まあほぼ使えないトーク僕が MC で大変だった話とかをこうしたぐらいですけどねなんか白石みのるさん、松澤由美さんもともと知ってたみたいな。知ってた、もちろん、もちろんですよ。あなたは私43になりますけども、それはもう我々は機動戦艦なでしこ見てないやつはいないだろうぐらいの、ありがとうございます。もし見てなくてね、同世代でオタクって言ったらなんだ、惰性かにわかかどっちかだろうみたいなそのぐらいのもんですよ、もう。ちゃんと劇場版も見に来ました。そうそうそう、ディアレストね、去年初めてオフ会で、うん、あ、お会いしたの初めてって言ってましたよね。もちろんもちろん、あの時に。そうです、すごい、はい、生歌聞いて一人でなんかちょっと感動してて俺どうしたんだろう、なんで泣きそうになってんだろうと思あ、またただのオタク なってんなと思いながら。ディアレストやっぱ当時思い出してとか劇場版思い出して感動してね、泣いちゃう方もいるから。ユミさんも変わらないですもんね、 CD 音源と。うん、ライブが変わらないからみんななんかすごいなと思います、なかなかだってね、うん、年齢を重ねてとかいうところも含めてでも、うん、やっぱちょっとこうアレンジ入れたりとか、うん、いろいろする人もいっぱいいますけど、うん、当時聞いてたまんまが今俺の目の前で表現されてると思うと、ちょっとなんかやっぱグッときますよね。いや嬉しいです。ディアレストはテレビ版の You Get To Burning からのこう成長した機動戦艦なでしこでもあり、うん、松田恵美が主題歌だったらこんな感じかなっていうふうに大森さんが作ってくださってるので、ね、そう、名曲ですよ、まあね、本当にそのなでしこってテレビシリーズが結構ギャグも含めて、ね、ライトなタッチなのに対して、劇場版はものすごいこうシリアスな、そうそうそう、タッチで。白石みのるさん、声優、初声優、アニソンフラッグなんですけど、うん、呼ばれた時どう思いました？
いやいや呼ばれた時いやいやなんかあの過去のゲストさんみたいなのを一覧で私そうそうそうに LINE したんですそうなんですよあの過去のゲストこういう人たちですってばってまあまあそのそれもあったしオファーされた時につけたら福山さんが出てらしてて、ね、ちょっとえどういうことなのと思ってなんでですかいやいやビッグネームすぎるじゃんメンバーがなんかすごいですよねメンバーが、はい、なんでそのビッグネームバーって来てる中で、はい、その声優初っつって俺なんだろうとは思ったよ大御所のやっぱミノル伝説全然大御所じゃないんでしかもアニフラ史上初の声優すいませんもうそれをお話しするのはやっぱ白石さんしかいないんじゃないかってもう完全にあれだよねあの昔からの付き合いのな昔からですもう白石さんとも6、7年とかだと思います、ね、そうですまだだから福岡でお店をしてた1年もしかしてない時にあのイベントにも来てくださったんですよ、うちのすごい一緒に水炊き食べてそう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 美味しかったね、あれねそう、ラーメンも食って、ご家族にもお土産を渡してそうそうそうなんか楽しかった思い、うんがあるんですけどそうだから本当にその後で企業というか会社の商売を広げてって東京に来た時はいやすごい頑張ってんなと思ってツイートとかしてくれていや応援してくれて今日アニフラがありますそうですよ気がつけばアニソンギルドもそうだしこのアニフラもそうだけどアニソン好きな人多いからね、6、7年前こんなことで共演するなんて思わなかったですけど思ってなかった思ってないですよねこれ松戸由美さんを横で、ま、あなたもだってあの頃はまだ起業家前というかね経営者前よりもアイドルやってましたもんねそうアイドルとかタレントで結構、まあ、テレビとかも出させていただいてて歌って踊ってたもんねそうですそうですそっちの方の仕事の方がウェイト多かったんですけどなんかだから今こういう風にでも結構この番組で過去共演してましたみたいな方も多いんですけど、うん、多分ミノルさんが一番古い知り合いです、その中でも歴史があるね、歴史があるんですこの番組はアニソンバーギルドモフル銀河の提供でお送りいたしましたチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします俺やめの六橋エリーですアニソンバー銀河に所属してます次回のアニフラもお楽しみに